よく最近僕のところに DM 来るのが、ここの事務所に入りたいんですけど入って大丈夫ですかとか、ここの事務所に入ろうとしたらお金取られそうなんですけどどうなんでしょうっていう質問がめっちゃ来るんですけど、基本的に自社で売ろうと思ってるタレントからお金を取る事務所はないです。レッスン料にしても、アーシャ代にしても、いわゆるそういうのも全部事務所が立て替えると思います。で、いわゆるレッスン料いりますよ、入会金いりますよみたいなことを言う事務所っていうのは売る気ないです。いわゆるレッスンフィーと入会料とか、そういった諸々の発生するお金で事務所を経営しているので、まあ、事務所を運営するためのお金として残される感じです。ほんまに売れることってやっぱりスカウトされたり、オーディションで受かってきたり、オーディションというかコンテスト的なやつですね。事務所がやってるオーディションなんて嘘っぱちなんで、ほとんどの子取っちゃうんで、お金持ってそうな子とかで取って、レッスンフィーがいくらです、入会金がいくらです、寮費がいくらですかで、お金をどんどん取るんですよ。でそんなとこ行ってもいつまでたっても売れません。まあごくごく少数売れる人もいますよ、たまたま当たって。でも基本はやっぱりスカウトされたり、スカウトオーディションみたいなでっかいコンテストで優勝した子たちがだけが売れていきます。だから事務所にオーディション受かりました、あなたオーディション受かったので事務所に来てくださいって言われたような人は行ったらダメです。お金取られるだけなんで。で、あとどんな事務所に所属したらいいですかって質問もよく来るんですけど、これは自分が目指してる人がいる事務所行ったらいいと思います。俳優さん目指してて山田孝之目指してるんだったらスターダストに行ったらいいやろうし、石原さとみさんを尊敬してるんであればホリプロのもん叩いたらいいやろうし、その事務所がいい悪いかは分かんないですよ、分かんないですけど、自分の尊敬してる人がいるところに行った方が勉強になると思うし、その人たち繋がれるっていうモチベーションも出てくるやろうし、なんかよく分からん事務所に行くからその方がいいと思う。